セルフにらめっこ選手権でもやってるのか？何その不毛な選手権。いや、ツイッターでクソリプしてくるやつがいるから返信してるのさ。お前律儀に返してるんだ。どういうやりとりしてるんですか？ねえ、今日も優雅に寿司屋にやってきました貧乏人を通。回転寿司で金持ちアピールするな。そしたら返信で、回転寿司でどやるとか貧乏人を通。普段何食べてるのわらわら。それでここからバトル開始よ。不毛すぎる。普段は他にどんなツイートしてるんだ？政治経済とか。具体的には？例えば、日本経済が悪くなったのは全部こいつらが悪いんです。はい、無知を通。火事場に可燃性のものを区別づけるな。あとスポーツ関連で、審判買収しても勝てねえのかわら、大金で補強しまくっても勝てないチームわら、って感じだね。こいつのアカウントは挨拶しただけで炎上しそう。もはや炎上しない方が難しい。ツイッターやめたら？貴重な情報源だしなくなると困る。まあニュースアカウントとかジャーナリストも頻繁に利用してるし、今最速のメディアになってるよな。それに定期的にツイッターを触れないと体の震えが止まらなくなる。依存症になってるじゃねえか。ツイッターは今ではなくてはならない SNS ですが、大混乱しているのを知ってますか？そういえばなんとなく聞いたな。なんか世界一のお金持ちが買収したとか。というわけで今回はそんなツイッターの歴史を解説しようかと思うのですが。結構です。ここにこの前買ってきたハトサブレがあるのですが。受けたまわろう。ちょろい。ということで今回解説するのは、皆さんご存知ツイッターです。SNS の代表格だな。ツイッターの利用者数ってどれくらいか知ってますか？世界の人口を考えると10億人ぐらいいそうだけど。アクティブユーザー数は 3.3 億人と言われています。微妙。もっと使ってる人が多いかと思った。世界だと Facebook の利用者が多いみたいです。独身者とかあんま近寄りがたいリア充の聖地 Facebook が強いんだ。お前 Facebook 嫌いだろ。日本だと月間利用者数は4500万人です。日本の3分の1以上が Twitter やってるんだ。世界的に見るとかなり利用者の割合が多いな。他の SNS より年代性別の関連性が低くて利用者が多いですね。なんで人気なんだろ。匿名なのが日本人的に合ってるとか、文化的な面とか、いろんな理由が挙げられてますね。言いたいことも言えないこんな世の中だからね。このツイッターですが、もともとはただの派生プロジェクトでした。ということは何か別のメインのやつがあったのか。ブロガーというサービスを立ち上げたエヴァン・ウィリアムズとパートナーのノア・グラスは Google にサービスを売却。このロゴはなんか見たことあるな。使ってる人あんま見たことないけど。その後二人は新しい企業を立ち上げました。それがオデオ社です。何やってる会社なの？ブログのオーディオ版としてポッドキャスティングを始めました。ポッドキャスティング？音声コンテンツのことだ。ラジオとか配信されてるだろ？ああ、確かにブログを音声で作れば簡単にできるね。このオデオ社を設立した時に現れたのがジャック・ドーシー。彼はプログラマーで公園のカフェでプログラムを書いてました。スタバでどやってたの？偏見すぎる。そんなある時ドーシーは、スタートアップ企業で働きたいな。あれは、あの有名なウィリアムズがカフェで注文するために列に並んでる。これはチャンス。それでネットでウィリアムズのメールアドレスを探して、あなたをカフェで見かけました、社員を募集してますか、送信と。と履歴書付きで送付しました。怖いわ。それでオデオ社はドーシーを雇いました。雇ったんかい。この頃のオデオ社は反政府主義の人間や行動がおかしすぎて薬物やってると勘違いされて逮捕された人と買いましたからね。クレイジーすぎる。まあアメリカのスタートアップ企業あるあるだな。それで人を集めて開発するもののうまくはいきませんでした。ポッドキャストって昔から時々見かけるけど、そんなに流行ってないよな。社内の人間もあんま使ってなかったようですから。それもう需要ないでしょ。さらにアップルのスティーブ・ジョブズが最新型の iPod を発表した後のプレスリリースで、うちが iTunes でポッドキャスティングを始めます。終わった。まるでフリーザ様が現れたかのような絶望感。勝てるはずがない。それでウィリアムズが会社を畳もうかと考えていた時に、グラスはドーシーのアイディアを思い出しました。どんなアイディア？ステータスです。どういうこと？自分の状況をステータスで残すサイトを構想しました。そんなサイト需要あるの？そこから今どんな音楽を聴いてどこにいるのかを共有する。それで人々を結びつけて孤独感を癒せる。これをオデオに統合すれば。このサービスがツイッターの始まりです。
それで派生プロジェクトというわけか。グラスはこのサービス名をツイッターと名付けました。あ、グラスさんが結構アイディア出してるね。さらにここからウィリアムズがステータスを時系列でわかるようにするなどを提案。なんだかツイッターっぽくなった。そして2006年3月21日ドーシーが最初のツイートをしました。ついに完成したか。ここからようやくスタートだ。しかしすでにお手を当ての施しようがない状態になってました。のおー。それで独立して会社を立ち上げました。これがツイッター社です。オデオの子会社とかじゃなくて別の会社なのか。あとグラスはクビになりました。なんで急に？ちょっと行動がヤバくて。結構貢献したと思うが、それでもクビにしたってよっぽどだったんだな。それでツイッターのサービス開始当初はなかなか定着しませんでした。なんで良いサービスじゃん。これどう使えばいいんだ？ツイッターはバカ。これは使えないよ。めちゃくちゃ不評だな。しかし2007年のサウスバイサウスウエストという発表会で見事受賞。この後爆発的に利用者が増加しました。ついにツイッターの時代がやってきた。その後ようやく成長し始めるんですが、新たに肩書き問題が起きました。ベンチャーで肩書きって重要なの？元有名企業の CEO とか共同創業者みたいな肩書きだったらお前はどうする？あがめたてまつる。そうまでせんでいい。あとは CEO をどうするかというので話し合って、結局ツイッターで大きな貢献をした同士に決定しました。株式は 70% をウィリアムズが、 20% を同士が保有することに。いろいろと細かいことを決めなきゃいけないんだな。それでさあ新体制で頑張ろうかという時になったら苦労の連続。急激なアクセス数でサーバーの負担はどんどんと重くなり、サイトはダウン。嬉しい悲鳴じゃない？どこが原因かわかるようにするため、サーバーからテキストメッセージを送るようにしたら、その警報がしょっちゅう鳴って困る事態に。ちょっとは考えて設定しろ。ユーザーはあまりにサイトがダウンするので、ツイッターを24時間ボイコット宣言をするって言い出したり、その宣言を見たあるユーザーはツイッターへの愛を表すためにオフィスに無料のピザを送ったりと。めちゃくちゃすぎる。2008年当時投資家に送っていたツイッター社の基本情報は社員15人、登録ユーザー数は127万人、投稿数は1500万弱。すごい成長率。サービス立ち上げて2年そこらだろ。しかし売り上げはゼロ。嘘でしょ？ユーザー数は増えてもそれをお金にする方法がなかったんです。つまり成長すればするほどサーバーや人件費でお金がなくなると。それと携帯電話で SMS サービスを使ってるらしくて、その通信費が毎月何万ドルと負担になってました。どうすんのよそれ。しかもドーシーは財務をあまり知らなくて、自分のパソコンで間違った経費管理をしてたらしくて、ウィリアムズの知り合いに頼んで基本を説明してあげたそうです。ダメ CEO じゃん。あとは取締役会に相談もなく重要な役職を勝手に決めたり。取締役会軽視じゃん。しかし社員からの評価は、ジャックはすごいやつだし、いい友達、楽しいボスだ。お、好評じゃん。自分の能力を超える仕事にハマり始めている。大統領になったにわしだ。核のスイッチ持たせたくねえ。社員の評判はいいけど CEO としてはうんって感じか。ドーシーは社員に映画鑑賞会やディナーを企画したり、毎週金曜の夕方に社員を集めて話し合うティータイムというのを企画しました。いい取り組みなのでは。ただ社員たちがビールや強い酒を持ってきたりと、ただの飲み会じゃねえか。対外的なこともやるのでチヤホヤされたりと、なんかあんま CEO にふさわしくないような。これらもあって2008年10月ドーシーは辞任。飾りの会長に祭り上げられて、ウィリアムズが CEO に就任。まあこれはしゃあないのでは。一方このあたりから SNS は大きく飛躍します。 SNS を使っていたバラク・オバマが大統領選に勝ち、 SNS が脚光を浴びて、有名人も使い始めてフォロワー数を競い合うことも。この時代からフォロワーイコール戦闘力の図式が誕生したのか。それを持ってるのお前だけだから。え？これで順調かと思ったのですが、少々問題が。問題あるのが平常運転では？で何があった？ドーシーはもう働いてないのに、まるで自分がツイッターの創業者発明者という風に言っていたようです。こいつめんどくせえな。それでどんどんと評価を上げて、大学での講演をやったりもしました。本当は追い出されたのに。さらに自身が立ち上げたモバイル決済企業のスクエアを発展させるのに、ツイッター社のアドレスを使ってベンチャーキャピタリストやメディアとの会合に使ってました。それダメだろ。いろいろとリスクもあったので、同心に辞めるよう警告。しかし辞めなかったので、アドレスの凍結を決定。これで同心は怒り狂ってました。すごい発狂してそう。一方でツイッター社は2009年12月 Google と Bing と契約して、悲願の売り上げを計上しました。あのツイッターがついに売り上げを計上できたのか。計上できただけだぞ。さらにプロモツイートを始めたことで売り上げを増やすことができました。それでツイッターで広告が流れるようになるのか。まあ収入がないと企業は生きていけないからな。
この順調な2010年10月にウィリアムズは CEO を辞任しました。このタイミングで？決断力実行力がないので取締役会がディック・コストロという社内の人間に変えました。急だな。あとドーシーが戻ってきます。え？2011年3月にドーシーが戻ってきてエグゼクティブチェアマンに就任。その後2015年6月にコストロが辞任してドーシーが CEO になりました。ドーシーがツイッターを取り戻しちゃったのか。まるでアップルのスティーブ・ジョブズみたいだな。というよりドーシーはジョブズを崇拝してて、ジョブズが好きなビートルズを聴いたり毎日同じ服を着る習慣も真似てたみたいです。マジで崇拝してる。メディアもドーシーを第二のジョブズともてはやしました。本人完全その気になるじゃん。2013年11月に IPO、 新規株式公開をして時価総額310億ドルになりました。いきなりそんな高いの？まあアメリカのベンチャーで、あのツイッターだからな。それで売り上げはどんどんと上がっていきました。利用者は増えてるだろうしね。売り上げが伸びれば安泰だな。しかしここから経営が大混乱することに。え？2020年3月モノ言う株主で有名なヘッジファンドのエリオットマネジメント社がツイッター社の株式を購入してドーシー氏の辞任を要求する。突然だな。一体なぜ？一つは業績が悪いからですね。売上はあったじゃん。利益が出てないパターンか。はい、売上は順調に伸びてたのですが、上場当初は赤字が続いてました。それでも最近は黒字が出てるじゃないか。それでも他のアマゾンや特に同じ SNS 企業の Facebook と比べて株価は大きく見劣りします。この頃 IT 企業めっちゃ株価好調だったけど、 Twitter はその波に乗れなかったのか。それでも言う株主が企業価値を上げるために退任を要求したということか。あとドーシーはスクエアの CEO も兼務してて、まだ辞めてなかったのかよ。さらに最近は暗号資産やブロックチェーンに興味持ってたり、アフリカに行ってくるわと半年ほどアフリカ滞在を計画したりと。仕事してください。もともとこの人いろんなことに興味がある人で、ツイッターで初めて CEO になった時も18時で帰ってファッションスクールに行ってたみたいです。なんでファッションスクールに？好きなジーンズメーカーで働きたい。どこにでも行け。結局はこの時退任はせず、エリオットのパートナーである人物をツイッターの取締役会に送ることで終わりました。これで混乱が収まった。いや、業績は悪いままだから収まってないだろ。え？2021年2月ツイッターは新機能を発表。どんな機能だ？スーパーフォローズと呼ばれるサブスクサービスのようなもので、ユーザーが特定のアカウントにお金を払ってフォローすると限定コンテンツが見られるというものです。 YouTube のメンバーシップのようなものか。これで売り上げを4年間で倍にします。ちょっとバラ色すぎませんか？この後株価は高騰しました。新サービスに期待してるって感じだな。しかし結局ドーシーは11月に CEO を退任。後任には CTO のパラグ・アグラワルが就任しました。このタイミングで変わるの？ここら辺から顔を出してきたのがテスラスペース X CEO のイーロン・マスク。ツイッター大好きおじさんじゃん。ドーシーを支持していたマスクは新 CEO をあまりよく思わなかったみたいです。なんか批判してたのか？マスクがアグラワル就任時こういう画像をツイートしました。さ、その後年が明けた2022年1月31日からマスクは徐々にツイッターの株式を購入。3月14日には 5% を確保。世界一の大富豪がツイッターをターゲットにし始めた。4月4日に SEC に大量保有報告書が公開されて 9.2% の株式が購入されていることが判明して、ツイッター内で大きな騒動に。そりゃあれだけクレイジーなやつに目をつけられたら社員も気が気じゃないだろうな。それでアグラワルはツイッターで、ここ数週間マスクと話して彼はツイッターの取締役会に大きな価値をもたらしてくれると確信した。おお、ついにマスクがツイッターに入るのか。しかし就任当日の朝になって、やっぱ辞退します。はぁ、意味がわからん。それで14日になるとマスクは一株 54.2 ドルでツイッター社を買収するわ。今後は買収会。何が狙いなんだ？ツイッターが世界中で自由な言論のプラットフォームになると思う。しかしこのままでは発展も社会的要請にも応えることは難しい。生まれ変わる必要がある。このままだと難しいから一取締役ではなく完全に会社を掌握する必要があると判断したのか。4月25日ツイッターは440億ドル日本円で約 5.6 兆円で買収する案で合意しました。 5.6 兆円もするのか。それを買おうとするのはさすが大富豪。
と順調に話が進みましたが、5月13日一時保有に、はい、7月8日に買収を解除しようとしていることが明らかに。突然どうした？スパム数が気になる。そんな重要なことなのか？これにブチ切れたツイッター社が裁判所に提訴。お前ら買収されたかったんか？10月4日マスクは当初と同じ額で再度買収提案をしました。ようやく話が進むのか。それで借り入れやテスラ株の担保にした融資や新株発行などで資金調達。10月27日に買収されてツイッター社は上場廃止となりました。これでようやく混乱が収まるね。いえ、ここからまた混乱が始まります。こいつらずっと混乱してないか？27日に買収したイーロン・マスクはとりあえず CEO、CFO などの経営陣を解任しました。ギャグみたいに経営陣の首切るアメリカ怖えな。一方首を切られた元経営陣もそこら辺しっかりしてて、 M&A で買収された役員に多額の退職金が支払われるようになってました。いわゆるゴールデンパラシュートってやつか。どれくらいもらえるの？詳細は不明ですが約 1.2 億ドル178億円と言われてます。高いわ。まあ買収防衛策だしな。マスクは正当な理由があるということでこれを回避しようとしてます。利益出てない会社でこれは痛いな。それで取締役会を解散して取締役はマスク一人となりました。超スッキリしたね。スッキリしすぎでは？この分だと社員の首も大量に切りそう。買収前の10月20日に全従業員の 75% を削減して2000人にする計画があるとワシントンポストが報じました。そんなに減らすの？それで運営するってどういう計画なんだ？しかしブルームバーグが26日マスクは従業員の 75% を解雇する予定はないことを報じました。従業員は守られるのね。しかし11月4日に全従業員の7500人のうち約半分の3700人を解雇したと主要メディアが報じました。嘘つきー。 75% じゃなくて 50% だったと。どっちにしても大きすぎるわ。マスク曰く、1日400万ドルの損失を出してるし、じゃあないでしょ。そんなに出てるの？解説するために2021年度までの3カ年の売上と費用をグラフ化しました。左が費用、右側が売上か。売上のほとんどが広告なんだ。これ見ると売上は急激に増えてるが費用はもっと増えてるって感じだな。ダメダメじゃん。この訴訟は買いってなんだ？上場の際に投資家に向けた説明会で、うちら月間利用者数を倍にしますよと説明して非現実的な成長予想を示して正確な情報の提供を怠って投資家を欺いたとして約8億ドルの賠償になりました。さ、2021年度はこれのせいで赤字じゃん。でも特殊な費用だから来期は問題ないでしょ。これを2021年と2022年の上半期を四半期で分けたのがこちら。ん、ちょっとこれおかしいでしょ。売上が伸びてないし費用の方が多いじゃん。これが正しい数字ですね。っていうことは大赤字なのか？売上に対して費用が爆上がりしてます。なんでこんなに上がってるんだよ。原価の場合であればオペレーションチームの報酬があって、研究開発費はエンジニアの報酬が大半、販売費や一般管理費も人材への報酬が大半だそうです。つまり多くが人件費ってことか。従業員数は2018年度から2021年度で 90% 増加してました。増えすぎだ。なんでこんなに増やした？個人的な見解ですが、2017年の第3四半期から営業黒字になってます。それでこの頃から機能がいろいろ変わったり、ヘイトスピーチ対策強化などをし始めてるので従業員を増やしたのかと。確かにこの頃デマとかもシャレにならなくなって結構赤番とかも増えたよな。アメリカ大統領選で SNS がえらい問題になったしね。2023年の1月にアメリカの CNBC が Twitter の実質的な従業員数は1300人という報道もありました。めちゃくちゃ減りすぎだろ。マスクはこれを否定。でも結構減らしたよね。それで当然日本法人のツイッタージャパンも対象となりました。日本って解雇要件が高いからめっちゃ揉めそう。確かこのあたりからアメリカの IT 企業が人員削減しまくってるよね。それでいろいろな噂が出始めました。噂とは？例えばツイッターのトレンド操作。ツイッター社のリストラが始まってからトレンドに政治的なものがごっそりなくなったという声が上がりました。あー確かにあったねー。特に左系の意見が消えたんだっけ。他にはニュース欄の更新も止まりましたね。あれ主導だったのか。こちらにも記事が偏っていたという意見が出ました。ツイッターってそっち系の方とズブズブだったの？あくまで噂だからな。あとは2020年1月に放送された NHK でツイッター社内を取材した番組がこの時クローズアップされました。もしかして社員は日々 SNS をパトロールして安全を支えてるとかそんなこと？仕事中もツイッターばっか見てたりツイートし放題。斬新すぎる職場環境。金曜日の夕方から始まるティータイムでお酒を飲んでいたそうです。日本でもあのティータイムやってたのかよ。
これ以外にも無料のお菓子ストックや週1回の社食のビュッフェなど Twitter の素晴らしい福利厚生も話題に。お菓子食べ放題なら私も就職したい。お前じゃ無理だろ。しょぼん。マスクは、サンフランシスコの本社で過去1年間に提供されたランチの年間コストは推定1300万ドルだ。と約日本円で18億円とツイートしました。数千人でその金額はやばいな。テレビ番組では Twitter Japan の社員数は4年で4倍に増えたと言ってたみたいですね。多すぎるわ。この急拡大に関して同志は、急拡大しすぎた。これは私の責任だ。正直すまんかった。認めちゃったよ。それでマスクはチームを再構成して広告主体ではなくサブスクの売り上げを伸ばす方針です。買収前にマスクが投資家に向けたプレゼンでは、2028年までにサブスクの売上を100億ドル、売上全体を264億ドル、広告への依存度を半分以下にしようとしてます。なかなか壮大な計画だな。でもマスクだったら成功しそうという期待感はあるな。またユーザーを 9.3 億人に増やして従業員も2025年に 1.1 万人にするようです。それでツイッターのサブスクを始めたのか。これを実現するためにいろんな改変を継続すると思います。いいサービスならいいけどな。多分ユーザーが何かしらお金を払う形になるだろうな。これがツイッターの歴史です。正直今の方が経営的にはまともだと思ってるんだけど、あの業績を見ると確かにそう思う。人は減ったがツイッターは順調に動いてる。つまり余計な人材だったということ？リストラって何年かしないと本当の結果が出ませんからね。あとあと大きな問題になることもありますし、人を減らして現場が限界で大きな事故につながる例もあるしな。ツイッターはもはや一企業ではなく SNS のインフラですので、これらの問題は今後も話題に上がると思います。それでツイッターのネガティブな話題が上がると出てくるミクシーやマストドン、今さら別の SNS に移行するのってきつすぎる。 SNS が時には国を動かすこともありますからね。アラブの春とかあったよな。政治家の重要な発信ツールになってるよね。これだけ生活に密着してるから今後も動きをチェックしないとな。ということで今回はここまで。ところでなぜこの動画を作ったの？去年ぐらいから騒動になってて落ち着いたらまとめた動画を作りたかったので。確かにちょこちょこ話題に上がってたけどまとまってる情報はなかったから流れがよくわかったでしょ。というそれっぽいことを言って本当の狙いはなんだ？ツイッターのサブスクサービスを始めたけど想像以上にメリットがないのにイラッとして。お前誤字脱字多いから編集できるように加入しとけ。ウエス。